まあ、でも能見さんを加えて今日はねインタビューということですけども、はい、能見さんの印象って改めてどんな印象ですか？印象、はい、対戦もしてるんで、はいはい、そうですね。もうそれはねすごいピッチャーでしょ。いやどう考えても。ちょうどね対戦の話が出ましたけど、対戦は覚えてらっしゃいますか？いや交流戦でしたのは覚えてるんですけど、はい、ヒットも打たれましたし、はい、僕はそこをちょっと覚えてなかったです。のみさんの方が覚えてる？僕は覚えてますよ、はい、交流戦の時はヒット打たれてるんで、はい、まあヒットで良かったなって。逆に、あ、そうですか。ホームランボールでもおかしくないボールを投げたので、僕自体追い込んでから、はいはい、それがもうヒットやったので逆に良かったと思って、助かったと。ライト前？そうですよね。ちょっと思い出しました。はい、ちょっと思い出したぐらい。いやいや、でもエキシビジョンは多分僕三振取ってるんで、はい、それ覚えてらっしゃいますか？それは覚えてないですね。まだまだ覚えない。やっぱそういう性格って大事ですね。大事ですよ。本当いい切り替えできますしね。うん、で去年は入団3年目にリーグ優勝、そして日本一ということだったんですけど、はい、今年新たに迎えたキャンプ、どんな気持ちで？うん、いやもっともっとこう結果で引っ張れるように、うん、しっかりその準備できるようにっていうのは自覚を持ってやってます。うん、なんか今年の実戦は。かなり調子がいいようで、ここまではまあこうやりたいことはできてるかなという感じがします。いやいや、でももうずっと1年目から20本以上打って打点も年々伸びて、うん、ね、何の文句があるんですか？全くないですよ。で今年なんかフォームをちょっといじってっていう話ですけれども、まあそうですね、まあ毎年変えてはいるんですけど、うん、また新しい感覚で、うん、取り組んでますね。今年はかなりなんか手応えも感じてるんじゃないですか？そうですね、今までよりいけるんじゃないかなっていう手応えはあります。そしてアレンパという言葉はね、うん、もうなんか岡田さんがもう毎回佐藤輝明がいい言葉を言いまして毎回言ってらっしゃいますよね。はいはい、似てなかったですけど、ね、いやいや毎回言ってません？はい、いやもうそんだけ言ってもらえるとは思ってなかったんで、はい、なんかあんまり喋ることもないんで監督と、なんか一つ話題ができてよかったです。はい、そうなんですね。で今年4年目こだわりたい数字みたいなのありますか？まあ、バッティングで言えば打率っていうのはもっと高く伸ばしていきたいなって思ってますし、やっぱ打率が上がってくるとその分やっぱホームランとか打点も絶対増えてくると僕の中では思ってるんで、はい、打率をしっかり上げたいなっていうのを思ってます。やっぱり打率高いね、バッターだとピッチャーからするとちょっと嫌だなっていう、まあ数字はね必ず見るのでピッチャー自体も、まあでも打率よりはやっぱホームラン数っていうところと打点っていうところは特に目つくので、やっぱポイントになるんですよ試合でも必ず。そういう、まあ佐藤選手に限ってはそういう選手なので、はい、まあ全部ね上げればそうですね、はい、うん、まあ我々としてはやっぱホームランを見たいなっていう思っちゃうんですよね。はい、はい、いや打ちたいですよ僕も。、はい、もちろん、はい、まあ、阪神でいうとホームラン王ということになれば86年のバースさん以来と、はい、いうことになるんですけど、もう早速ちょっと意識してるとかないんですか？いや意識はまあ、特段してないですけど、まあ、その周りその他の選手の兼ね合いもあるんで、でもしっかり打ちたいなっていう思いはあります。はい、まあでもいろんな打球方向っていうかね、レフトにも打てますし、うん、なので十分ねチャンスあるので、うん、今年は特に楽しみかなと。はい、はい、頑張ります。はいはい、今年ねまた楽しみですね。もうずっと楽しみなんですけどね、うん、皆さんねハードルがどうしても高くなるので、うん、まあそれだけの選手っていう、はい、ところで、まあ大丈夫だと思いますよ。はい、頑張ります。